国立京都国際会館、正面玄関地図国立京都国際会館は、日本の国際会議施設の一つ、京都府京都市左京区岩倉に所在し、宝ヶ池公園に隣接する。運営は、公益財団法人国立京都国際会館、敷地面積15万6千平方メートル。建築物は、日本人建築家、大谷幸男の設計による、代表作である。 1966年5月21日、日本で最初の国立の会議施設として開設された。それに先立って開業した東海道新幹線の京都駅が在来線に併設となったのも、市や地元財界などがこの施設への利便性を強く主張したことが大きな要因の一つとなっている。国立京都国際会館、会議上国が主催となって1963年に、 開催された建築コンテで195点の応募作品から選考された会議場、編集設計上の特徴は日本古来の合唱作り様式と現代的建築様式の融合。施設の一部は1973年の増設。付属施設として池と金儀からなる日本庭園があり、現代的建造物との対比を演出するとともに、 隣接する宝が池への導線上に位置づけられている。国立京都国際会館、アネックスホール内部、イベントホール、編集アネックスホール、編集ニューホール、編集建築物の評価、編集本館のみであった1967年に BCS 賞を受賞。1988年、展示棟で同じく BCS 賞受賞。1993年、ベルカ賞受賞。 1998年には公共建築100選に選定される。1999年、日本の近代建築20選に選定され、同評価は2003年9月、同コミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に引き継がれた。また、有料ホール100選にも選定されている。土地、建物は国が保有しているが、 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法に基づいて京都市に管理が委託され、さらに財団法人国立京都国際会館に再委託されている。京都議定書を採択した地球温暖化防止京都会議や国連軍縮会議、国際電気通信連合全権委員会議、国際捕鯨委員会科学委員会及び総会、 絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、定約国会議、ユネスコ世界遺産委員会、アジア欧州会合など、重要な国際会議が行われている。毎年1月には、日本青年会議所の京都会議、11月には、稲森財団主催による京都賞受賞式や記念講演会が開かれている。また、毎年1月に開催される全国、 都道府県大抗女子駅伝、12月に開催される全国高等学校駅伝の折り返し地点としても知られている。1997年の京都市営地下鉄、カラスマ線の全線開業と同時に、資金に国際会館駅が設置され、新幹線駅や都心部からのアクセスが格段に向上している。また、施設に付属の駐車場は各種会議などがある場合を除き、 1>, 1日800円で国際会館駅とのパークライドに共することもできる。国立京都国際会館と比叡山を宝が池より望む鉄道バス映像作品。ありがとうございます。